830チャンネル、チャ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 、あれ、なんか新しいオープニング、うん、決まりましたか。そう、もう今後からこれやっていこう思てんねん。いいですね。そう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 、なんかみんなあるやん、なんかありますね、そういう最初のつかみみたいな。はいはいはい、それはもう今後俺これやっていこう思てんねん。あ、めちゃくちゃいいんじゃないですか。今までも適当になんか、そうやね、コウメ太夫さんやったりとか。もうよう考えたら自分のやつやろう。確かに、うん、人のやつしかなんで人のやつやってないの俺、ね、そうそうそう、ゴージャスさん一番気に入ってない。あ、確かに良かったですよね。そうそうそう。さあということで、はい、ですね、ちょっと今日は前回僕らコーヒーここでやったじゃないですか。はい、ドリップコーヒーね。はい、あれがね意外にちょっと反応がいいということで。そうですね、もうあれ、はい、と思って、あんなにもうほんま血のにじむような思いでウイスキーやってきたのに割と平気で再生回数ウイスキー抜かれとるかなということで、まあ、もっと言うとキャンプなんやけど、一番再生回数少ないの。キャンプ伸びないっすね。いや、びっくりするわな、ほんま。あれ、ポテトチップスも買われんぐらいの120とかやったんだよ。今もポテトチップス180円ぐらいするからね。まあそんな感じで、はい、ちょっとどうせならちょっとコーヒーをね、ちょっとまた今日もやっていきたいなと思いまして、はい、でいろいろコーヒーの質問とかもあったから、はい、まあ答えつつちょっとやっていけたらなと。そうですね。はい、で今日は、はい、まあコーヒーの何をするかと言いますと、はい、コーヒーとはまあまあ普通に飲んででももちろん美味しいんだけれども、コーヒーに合うお菓子。そう、このお菓子を食べるだけでコーヒーがさらに美味しくなるというお菓子をトップ3をですね、なるほど、ちょっとご紹介していきたいなと思いますよ。いいですね。そう、前回ね、佐田さんとこの YouTube に、はいはい、出させてもらった時に、はい、佐田さんにすごい美味しいコーヒーを僕ちょっと作らせていただいて、はい、飲んでもらってんけど、横に置いてたチョコレートの方が感動してる。コーヒーより、コーヒーよりコーヒー美味しいっていうリアクションよりもチョコレートうまいのリアクションの方があまりにも良くて、どこのチョコレートですかっていう質問も。そうそう、だからまあそのチョコレートも含めて今日はちょっと、はい、これコーヒーに合いますよっていうのを、はい、はい、紹介していきたいと思います。はい、で、今回は、そのお菓子に合うコーヒーどれにしようかなと思って、やっぱりね、お菓子に合うコーヒーっていうのは深入りのコーヒーの方がいいんですよ。深入りというコーヒーはですね、苦いコーヒーです。あ、苦いコーヒーです。そうそうそう、はいはいはい、苦いコーヒーで、その苦いコーヒーの中でもここ最近僕がむちゃくちゃハマってんのが、はい、この堀口コーヒーさん。堀口コーヒーさんのまあ、これ1番から9番まで番号があるのよ。はいはいはい、でこれがどん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 深なっていくっていう番号なんやけど、その9番まである中での7番目ブレンドコーヒー、これはグアテマラ、コスタリカ、あとコロンビアのブレンドコーヒー。へえ、これがうまい。あ、そうなんですか。めちゃくちゃうまい。この7番はね、このまあ香りもしっかり、華やかな香りもありつつ、はい、もうほんまに舌の奥までこう苦味がしっかりザッと、はいはいはい、はい、で綺麗にスッと抜けるっていうね、苦味が。なるほど。嫌な苦味じゃないんですよ、これ。ほんまにもうだから僕はこれ朝絶対飲ませていただきます。あ、そう、朝それで目覚ます。もう朝もこんな状態になってる時に堀口コーヒー飲んだらもうめっくんのよ。いや、怖。うわ、トータルリコールで火星に飛び出た時のシュワちゃんくらいになるから。怖。さあ、じゃあちょっとね、ざっとコーヒー作っていきたいと思いますよ。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、でちょっと今この間に前回来た動画の、うん、コメント、質問コメントにちょっと答えていただきたいんですけど。わかりました。はい、基本ノーはないので、僕 NG ないので。あ、本当ですか。はい、じゃあチンチンのサイズはいくつ。いや、なかったやろ。あれ違う。いや、なかったやろ、そんな質問ばか。誰お前 NG ないって言ってた。おい、お前画面外の高空は下ネタ言い出したんだけど。驚愕や俺は。驚愕。こんな天気の縁にそんな状況になったか。お前のとうとう。いや、すいません、すいません。終わってんな。はい、S です。S ちっちゃ。ちっちゃいんかい。お前ほんまくれるぞ。ダメダメ、コーヒーでこれはダメですね。はい、まあちょっと真面目にいきますね。はいはい、甘いコーヒーが好きなんですけど、うん、どこでも買えるような安価なコーヒーで、うんうん、おすすめの豆はありますか、はいはいはい、っていう質問ありました。なるほど。はい、僕もスタートは、はい、割とやっぱり豆にそこまでこだわりないし、やっぱりちょっとね、150g で2000円とかされると、うわ、高ってやっぱ思ってた時に、はいはい、安くてちょうどいい、美味しいなと思って買ってたのは、はい、カルディさん。
ああカルディ、カルディさんのコーヒーを最初飲んでました。カルディのマンデリンっていうね、へあのコーヒーが美味しくて、はいはい、そう飲んでましたね。それはもう結構値段も安めで、うん、安い安い安い。ああそうなんです、ね、全然問題なく、はいはいはい、うん、一応もう一個だけ質問あったんで、はいはいはい、前回のドリッパーあの、うん、紹介してくれたじゃないですか、はいはいはい、あのなんか2人用のやつ、はい、あこれちゃう、もうまさに、あこれ2人用でしたっけ、これ2人用、あ2人用のやつの名前を教えてほしいっていう、ねこれネットで買ったんだけど、はい、ローマ字で器具、器具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 、あーローマ字で器具って打ったら出てきます、これこれ器具器具、はい、うん、ありがとうございます、はい、はい、他質問は、あもうないです、少ないな一瞬で終わっとるやんけ、2個しか質問は来なかった、そんなことないよ植物のやつとかないか、植物のやつもないですね、嘘やろ信じられんな興味持たれてんのはい、ということでコーヒーが取れたので、はい、今日はですねちょっとこの和の器で、はい、わおしゃれですね、はい、行かせていただきたいと思います。これかっこいいでしょ、かっこいいですね、たまにねあの和の器でコーヒーを出してくるお店があって、あるんですね、うん、おんねんおんねん、へえ、かっこいいとこあるよ。ほなまあちょっと高くはもうまあはい、はい、コーヒーで飲みながらやっていただいて、はいはい、よっしゃ、じゃあまずは、はい、じゃあすいません、うまいっすコーヒーの言い方じゃないのコーヒーの言い方じゃない、決起集会の言い方、決起集会うん、いいですね、わあ美味しい、うん、うん、この苦味がたまらんな、やっぱな、さあこの苦味がたまらんな最高やコーヒーに、はい、何をセットで、はい、いくか、はい、トムで言うたらジェリー、はい、チャゲで言うたらアスカね、あ本当に合ってます、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 はいはいはい、それをご紹介したいと思います、はい、それでは前回もねちょっとあの佐藤さんの YouTube でも、はい、ご紹介させていただいたのがこちらでございます、ダン、はい、岡田亀屋さんのティラミスチョコでございます、はい、岡田、これがもうコーヒーに激合いやから、それが佐田さんがもうどこやって言って、そうこれどこで売ってんねん言って、はい、うーんまって言ってたやつこれがそうなんですよ、これもう皆さんにお伝えしとこうと思いましてですね、はい、そうこれがねまたね銀座にございます、はいはいはい、岡田亀屋さん、はい、昭和25年からお店をスタートさせて、銀座のバーだとか銀座のクラブに、はい、おつまみ屋さんとしてずっと愛され続けてるお店、へそうだからチョコレートだけに限らずドライフルーツも美味しいし、はいはい、あと乾き物、ナッツ、はい、でそれが全て含めて300種類ほどある、うわすごいっすね、そうそうそう、だからうちもバー830でいうバー、はいはいはい、でも普通にドライフルーツとか置いてるんやけども、はいはい、特にこのチョコレートはウイスキーにも合うということで、はい、ものすごいみんな喜んで食べてくれてますね、はい、これとコーヒーが合うのよ、確かに、うん、甘いチョコレートに苦いコーヒー、そうちょっといってみますか、はい、はい、開けるとこんな感じで、わかわいい、うん、ちっちゃい、じゃあこれね、はい、行ってみたいと思いますよ、はい、中身はっこはくん、おう、はぁ、美味しそうだな、もうね休憩休憩、もう休憩とはこのこと今一応撮影中ですけども、いやごめんなさい、これ休憩中です撮影中じゃないです、これ休憩中です、休憩中を今撮影してるって感じになっちゃってますね、めちゃくちゃ癒される、あうんまい、うんまいうまいじゃない、うんまい、もうそんなにもうそれ、うん、運が入るぐらい、運が入るぐらいうまい、またほんでこのナッツのね感じとかね、はいはいはい、はい、ダークチョコレートの味とかナッツの味っていうの結構コーヒーの
あのテイスティングノートにもあんのよ。あ、そうなんですね。そうそう、すごい、あの深入りになればなるほどナッツっぽい味がしたりとか、へー、そう、あのチョコレートっぽい味がしたりするから、だからチョコレートとナッツと深入りのコーヒーなんて、まあ相性悪いわけじゃない。まあそういうことですね。うん、じゃあこれ、はい、ぜひちょっと皆さん興味あったら買ってみてください。はい、他にもいろんなおつまみあって、ドライみかんっていうのもそこのお店の人気名物なんでね、はいはいはい、買ってみてください。はい、さあ続いてはですね、はい、こちらでございます。ダダン、コッコさんの、こちらがクロワッサンドラスクと、こちらがローズマリーを入れたクッキーでございます。ローズマリーを入れたクッキー、そうなんでございますよ。おしゃれ、しかもラスクもクロワッサンですか。そう、これがうまいのよ。うわ、美味しそう。そう、これはですね、白金の方にございます。はい、はい、全ての、まあ、パン屋さんなんだけども、はい、そのパン屋さん、オーガニックをかなり意識したパン屋さんで、そのパン屋さんでも、一番最初に売れてしまうのがこのローズマリーのクッキーで、で週末とかたまにしか販売しない、売り切れたらもうすぐ売り切れちゃう、これどっちもね。あ、たまにしか売れないんですね。週末だけなんですね。そうそう、で大きい箱入りのやつがあって、はい、それはあの本当にたまにしか作られへんみたいで、はい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 、この2つなんでもうコーヒーにも持ってこいでございますから、どうしようかな、こっちからいってみようか。はい、これな、ほんま普通にはコーヒー関係なくうまいからね、これ。ああ、うん、おやつとして、そう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 、行ってみたいと思います。はい、いただきます。うわ、うまっ。うん、いい音。うん、いやもうすごっコンビ組んだらええやんこれ M1 で出れる。ああ、もうこれじゃあ、あのおいでやすこがさんみたいな感じで、うん、ユニットコンビで、ユニットコンビでこれはM1 出れます、これ。はいはいはい、おいしい。ちょっと面白いのが、さっきはティラミスチョコとコーヒーやったけれども、今回はこのクロワッサンラスクとコーヒーやったやんか。はいはいはい、あのね、やっぱり、ね、食べるお菓子によってね、若干コーヒーの顔が変わるの。ああ、うん、うん、なんかちょっとコーヒーの苦味がさらに引き立ったような感じがするし、前のティラミスチョコに関してはあのコーヒーがちょっとまろやかに感じたりとか、うん、そう、だからコーヒーの味変になるんかな。すごいですね、うん、うん、はい、じゃあ次、これ個性的やね、このローズマリークッキーは。ローズマリーのクッキー、うん、あんまり想像つかへんやろ。はい、いや俺もこれ全く想像ついてなかったんけど、人気ナンバーワンって書いてたから買ってみて食べてみたら、はい、うわこれもう一回買いたいってなっちゃってんな。へえ、ぜひ白金のねコッコさん買いに行ってみてください。はい、でください。もうローズマリーも中入ってるでしょ。ほんとだ、はい、ほんとだ、入ってる。うわ、ほんとだ、入ってる。そうなのよ、これ入っちゃってるんだよ。いきますよ。はい、うん、顔出ないもん。うん、うん、これは合わへんやろ。めちゃくちゃ合う合うんかい。うまいやー。ローズマリーの香り、はい、クッキーの甘み、はい、でクッキーに少しだけ入ってる塩分、あ、塩、はいはいはい、これが口の中で広がってる時に、はい、深みのあるコーヒーと口の中で混ぜた時、そこはもはや宇宙です。エコかけといてな今のところ、うん、かかってなかったはずいなさあ、はい、次は最後ですね。はい、はい、最後はこちらです。はい、メイソンダーニーのガトーバスクでございます。ガトーバスク、はい、ババンバーン。わあ、美味しそう。なんすかこれ。はい、これが、まあフランスのお菓子やね。へえ、フランスのお菓子で、バスク地方っていうところにある、伝統的なお菓子、うん、このガトーバスクというね、はいはい、お菓子なんですけれども、これ白金高輪の方にございまして、はい、でまあここはね、このガトーバスクがすごい有名、まあ、他にもケーキとかもあるんだけれども、はい、まあね、本当にこのお店の前を通るとね、もういい香りがしてきてね、ついつい立ち止まってしまうんですよ。これとコーヒー合わへんわけないやろ。いや、ほんとそうですね、うん、
うわ、美味しそう。はい、中はね、こんな感じになっておりますよ。わあ、美味しそうやろ。美味しそう。これ中にチョコが入ってるんですか。これはね、チョコじゃないんですかね。チョコじゃない。あんま分からへん。分からん。俺こうたやつ。これちょっと種類間違えた。まさかの。あれ？まさか違うやつですか。あれこれやんな。でもガトーバスク。でもなんかねクリーム入りとかなんか あのあんこ入りみたいなのがあるのかな。はい、そのあんこ入り買っちゃったの。あんこですかね。うん、でも美味しそうです、ね。でも美味しそう。ちょっと食べてみたいと思います。はい。うん。うん。あ。うん。レーズンだ。あ、レーズン。うん。うまい。うわ。うわ。絶対合うじゃないですか。甘みがすごいね。あー。コーヒーの苦味で、はい、このガトーバスクの甘み跳ね返ってくる口の中でもう一回。なるほどなるほど。バーンみたいな。うん。あ、これでも俺も絶対間違いないわこのチョイス。レーズンで間違いないですか。うん、うん、めちゃくちゃうまい。あー、うん、ちょっともう太陽の跳ね返りで顔めっちゃ眩しいんじゃないですか。そうですね、この僕もカメラ撮りながらちょっとすっごい今当たってますもん。泣いてるみたいな感じ。こんなんさ、やっぱりなかなかこんな男の人でこんなん食べへんやん。食べないですね。今日のティラミスチョコもそうやし、ラスクもそうやしさ、はい、今もこのおっさん二人とかもガトーバスク食うてんねん。でも、はい、コーヒーを覚えると自然とこっちやっぱり行くんやね。コーヒー好きやったらやっぱり、はい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 、やっぱコーヒーショップ行くと、はい、必ずクッキーとかスコーンとか、はいはい、やっぱりテントに置いてんのよ。あー、やっぱ絶対合うんすもんね。絶対合うねん、はい、だからほらね、やっぱりこうセットで考えた方がいいかもね。これがまたカフェラテとかになってくるとさらにまたこのもうとろけるようなもう瞬間がやっぱり出てくると思うんですよ。はい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 。もうミルクとまたほらクッキーなんて超合うから。そうですね。うん、いや、ええな。次ちょっとカフェラテでやってみようかな。そうですね、うん、いいですね。はい、めっちゃ良かった。だから、はい、植物見ながらコーヒー飲んでクッキーいただくなんてもうこれはもう主婦やん。確かに、うん、お庭のお花を整えてお紅茶いただきながらクッキーを、この感性をもっと大事にしていこうと思います。はい、はい、ということで、今回、紹介したのはですね、岡田神谷さんのティラミスチョコ、はい、そして、コッコさんのところのクロワッサンラスクとローズマリーのクッキー、はい、そして、メイソンダーニのガトーバスクで、はい、ございましたけれどもですね、はい、この3つがですね、この狭間が自信を持ってお送りする、コーヒーにめちゃくちゃ合うよお菓子シリーズトップ3でございます。はい、いやでも確かに全部美味しかったです。全うまやろ。全うまです、うん、はい、すごい。正直ちょっと高いですけどね。ああ、なるほど、うん、でも、うん、やっぱり高さには理由がありますよね。はい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 、はい、うん、だからぜひ、これをねちょっと参考に、はい、ちょっと自分の好きなコーヒーのお供をオリジナルで探してみてください。はい、これちょいちょい今日甘噛みするんやけど、これあの先に言うとくな、俺下の先に今口内炎できてるから。うん、なるほど、それでちょっと喋りにくいと。そう、それをかばうように喋ってるから噛むんです。お願いします、そこだけ。最後の最後にすっごい言い訳が。最後の最後にものすごい噛んだから。はい、ということで、はい、ちょっとぜひちょっとまたコーヒーを楽しんでみてください。はい、はい、ということでまたお会いしましょう。さよなら。